世界の皆さん、こんばんは。我々はキラキラしたカップル系 YouTuber が眩しくて見られない人たちのためにお出かけスポットをご紹介するおじさんです。右見ても左見てもカップルばっかだよ今回は西武園遊園地さんにご招待いただきまして、普段は動画撮影禁止のエリアもお見せできることになりました。コーラ一気飲みしたら体冷えちまったよ。ウイスキーコーラ持ってこい売ってるよ園内で。あ、そっか。温めてくれる人もいないからな、かわいそうに。まずはイマーシブシアター式の体験アトラクション、没入型ドラマティックレストラン豪華列車はミステリーを乗せて。イマーシブシアターとは舞台と客席が一つの空間にあることで、目の前でパフォーマンスを見ることができる臨場感あふれる体験型演劇作品の総称です。お待たせいたしました。ただいまよりご乗車いただきます。ドキドキし始めるマジで。時の3トンネル開通を記念した豪華列車レバリエル号のお披露目走行。その中で巻き起こる殺人事件、背景に渦巻く物語、時の3トンネルの不思議な力で何度も引き戻される時間、黒幕は一体誰なのか。豪華列車はミステリーを乗せて、いよいよ開幕。ちょうど甘いものが食べたかった松重京香でございます。乾杯。乾杯。出発進行。おお。いただきましょうか。こちらは探偵の南條さん。え、あの名探偵の。そうよ。そうだったのね。お父上のご葬儀に伺えず申し訳ありませんでした。とんでもない。事件でも起きるんじゃないですか。これは人聞きが悪い。冗談よ冗談。せっかくの旅ですから、車窓の景色と美味しい食事を楽しんでください。皆さんもお食事召し上がってくださいね。もう食ってんじゃん。今つまみ食いしてたじゃん。美味しいよ。本当？うん、香ばしい。こちらは3人で来られたんですか。はい、はい、家族です。あ、ご家族様ですか。普段は何をされてるんですか。そうなんです。その父のもとで。ということは列車を作られたんですか。はい。お名前をお伺いしても。安倍です。安倍様。財閥ですか。安倍財閥のご子息でいらっしゃいますか。ありがとうございます。こちらは、ご子息でいらっしゃいます。あ、そうなんです。この列車を作られた会社の奥様でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それにしても晴れてよかったですね、今日は。いい天気です皆さんはどういう関係の方ですか。名前聞かれてさ、安倍って答えちゃったからさ、全員安倍になっちゃったの、親子だからもう少し走ると、レバリエル号は時の3トンネルに差し掛かります。おめでとう。ん？話しかけられないように口に物を詰め込んでない、さっき尋常じゃないスピードでスイーツが減ってってるんだよ。お前そんなスイーツ好きじゃないだろ。その席どうしたんだよ。せっかくのお披露目倉庫にもったいないこともあるんだね。だんだんそれ以上いい食いっぷりだな。どれが一番うまかった。マカロンが一番好きでした飯の途中で邪魔したな。じゃあな。変わった人ね。嫌だですね。ちょっとね。あれ関わんないんだよ。いいフォローしてくれた。ちょっと俺もそろそろ。全部うまいよ。全部うまい。ね。ところで西島先生、お座りになられるんですか。私の素性は話さないでください。承知しました。素敵な列車ですね、レバリエル号。ありがとうございます。ちょうど日も最高。景色もいい。沖野さんにトンネルを通してくださりありがとうございます。沖野さんトンネルを越えるんだ。誰にも知られないまま。うまいぞ。めちゃめちゃバカっぽくつってた今。周りの皆さんに迷惑をかけて、おいおい、車掌に行って下車させるからな。あー兄さん、あいつが何やってるやつか知ってるか。劇
たことないな。ああ、そうだ。ああ、なるほどな。ピザなら知ってそうだよな。あの人何してる人だ。小説家。え、小説家。小説家。小説家。小説家なんだ。さっき言ってたよ。聞いてなかった。本当に知らなかった。私のことご存知ですか。私が小説家ということを黙っていただいてありがとうございました。気にしないでください。何か聞かれました？いや、僕は何も聞いてないんですよ。何か聞かれました？許せないじゃん。許せない？これは失礼しました。そうだったんですか。言ってたじゃん、あいつだけは許せないって。あんまバクバク食ってちゃダメだね。ちょっと聞き耳立てながら食べないとダメだね。もうマカロン一つじゃん。ちょっとあと1個のマカロンで乗り切ろうとしてる。お願いします。南條、南條さん、はじめまして、阿部です。新井さん、阿部です。阿部さん、失礼しました、はい、どうぞよろしく。よろしく。お前のせいで阿部名乗んなきゃいけなくなったわ。どう責任取ってくれる。さっきここに住んでらっしゃった阿久津さんという方、存じ上げません。いや、僕は存じ上げません。どうかの屋敷で見たことある気がするんだけど。いや、僕は。僕はあります。折りたたみ傘。あら、本当に、はい、素晴らしい。折りたたみ傘。そういえば、今日見たの。探してくる。ありがとう。お前、肩に手を置かれた時、本当にドキッとするのやめろよ。なんで俺が今言おうとしたこと分かった。普通に喜んでる。ちょっと。俺のこと好きなのかな。目合わせなかった。折りたたみ傘持ってます、ね、ちょっと。食い気味で言っちゃった。この時代背景でさ、折りたたみ傘あんのかなっていうところなんだけど。アメ財閥最新の。早いんだ。京香様いらっしゃいますか。例えば見てない。めっちゃ可愛い。いや、なんでしょうね。私が確認しました。最後亡くなってらっしゃいます。いや、そう、そうなんだよね。思い出よることがあったのか。あの男です。中山さんが松重グループのことを許さないと言ったのを聞かれた方はいらっしゃいますか。聞かれたんですね。なんてことしたらよ。まもなくレバイエル号は時の3トンネルに入ります。今時は止まって時の3トンネルの地、そして再びここ時の三本で見差し掛かるまで、ここから先は撮影を禁止とさせていただきます。このことは私たちだけの秘密です。事件を解決しましょう。ここからは特別に許可をいただいた映像とともに感想をお伝えします。どうだった。まあ一つ、これからこれを体験する人にアドバイスを送るなら、最初にお茶飲むとずっとおしっこ我慢したくなる。したくなる。することになる。誰が一番好きだった？今週難しいな。せーので言うよ。せーの、うん、うわぁ、うわ、ちょっと無理だわ。せーのでは言えないわ、ごめん。面白かったね、うん、すごい面白かった。あの内容もよくできてたし、終わった後にいろいろこう喋られるのがいいんじゃない、まあ、遊園地回りながらあれどうだったとか、うんうん、あ、そうだね、うん、映画を見終わった後みたいな。まああとは人見知りでも大丈夫、フレンズクルーが慣れてるから。俺もまあ結構途中からね、かなり堂々と立ち振る舞えたけど。いい。続いては夕日の街明かりイルミネーションをご紹介します。まばゆい無数の電球の明かりが商店街の奥まで続き、20分に一度発生する光と音楽が織りなす特別演出を見ると、心温まる幸福感が最高潮に。そろそろ日が暮れてきたわね。お空が真っ赤でとっても綺麗。これは小島の引き出しでちょっと任せる。なんかった。懐かしくも新しい唯一無二のイルミネーションに包まれて、大切な人と一緒に心の奥までとびっきり温まりませんか。彼女と来たかったな。
まで残る理由があるっていうのはいいよね。そうだね、うん、前はなんかさ、これぐらいの時間だったら結構空いてるみたいな、ちょっと、うん、同性カップルいいムード封印期間がすごいね。雰囲気のいいイルミネーションのショーって、うん、俺は意外と見たことないから、なんか大体さ、うん、わーって派手なの多いけどさ。そうだね、こうやって音楽も鳴ってて光ったり色が変わったりっていうショー形式になってるのはあんまり見たことないよね、うん、なんかいい感じのおばあちゃんとの思い出みたいな、うん、ばあちゃんもそんな遅くまで子供を連れて出回って歩くなんて5時台でしょ今。ビシッとお母さんに家帰ったら、うん、ばあちゃんと遅くまで子供連れ回さないでください。止まんねえけど、別にそれほど使おうと思える内容じゃないもうちょっと下上がんねえかなと思って待ったんだけど、なんか縁日のとこもいい感じになってる。綺麗綺麗だね。ああずっとコーラ飲んでるんですよ、やつみたいな。いいんじゃない、帰国しようだし。縁日があるよ。おジャパニーズカルチャー、うん、あ、超綺麗だよ、見てほら、うん、水面にも揺れてる。あ、やるじゃん、西武園遊園地。なんかそういうタグ考えたんだ。続いてやってきたのは夕日館。こちらではゴジラザライドとウルトラマンザライドが楽しめます。どう？カチューシャ3つ持ってるおじさんやばいよもう T シャツも買おうそれいいね、かわいい、かわいいよね、これ、うん、それでは乗車中の様子はどうぞ。公式のやつくれるって。いや分かってるよ。ちょっとやるジュワって飛ぶ、ちょっと。ああ、それでは乗車中の様子はこちらです。ウルトラマン来てくれたのか。いい、飛べた。ちょっと息上がっちゃってる坂でそんなおじさんでも気軽に科学特捜隊に入隊した気分が味わえるのがウルトラマンザライド。家督隊の隊員として飛行装備フローターを用いて空中を飛び回る、急加速急旋回など縦横無尽に飛び回る飛行体験を作り出すアトラクションです。了解。どうだった？あのフローター一つで Z に挑めっていうのは心もとないよね。そうだよ。いやけどね、やっぱね、いいね、面白い。うん、面白いね。うん、二度目だけど別に全然面白い、うん、この間も乗ってるし。そっか、クシンも3回目なんだ。そう俺2回目だからさ乗り物の感想言うのって難しいな。やっと気づいたいつお邪魔するのはこちら、アクライグリルです。こちらではゴジラコラボメニューのゴジラの足跡ハンバーガーをいただきます。さて、今回もやってまいりました、ポンコツクッキング。アベックッキングお時間です。ファンの方々、大変お待たせいたしました。それでは、本日のパンオンと玉ねぎを焼いていきます。玉ねぎから焼いていきます。パンは、どっちだっけな。なんか前も間違えた気がするんですけど。こっちで。合ってる？あ、なんですか。パンはね、すぐ燃えるでしょ。確かに。個人のも焼いてあげよう。いや、結構です。俺に優しいかな。いや、俺の飯に触るの。あ、なんか結構いい感じに、くそ、俺の玉ねぎが1個落ちてるんだよな。とりあえず、手入るし、そこまあ確かに、俺もちょっと焼こう。ちょっと俺にも焼かしてみて。どけよ。ちょっと今、ハンバーグの焼き加減見てるから。焦げてんじゃないでしょ、救助しな。ありがとう。危ないから、ちょっと。ナイス。絶対こっちやるじゃん、と思って。心配かけるね。構わない、慣れてよ。じゃあハンバーガーを作っていきます、うん、あちちちち、うん、俺の勘だけどまずバター塗り塗りだね。なんならバター塗って焼くべきだったの。確かにおい、お前なんで片手でやったお料理スパスパポンポン進めてるんだこう、あ、やっ、あ、ハンバーガーをそのまま食べるっていうのも一つの選択肢かなと思う。ハンバーグだ、上がりずれんの。やべ、チーズのこと忘れてた。片手の小島にはさすがに負けたくない。もう俺こっから進めないもん。どうせ失敗すると思うからそのままつけっぱにしよう。めちゃくちゃバカにしてくれちゃう見てろ。あっ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 あ
ハンバーグは柔らかい。まあほぼケチャップの味かな。一個にしよう。うん、うまいわ。ハンバーガーってさ、こんだけいろいろあったらケチャップだけでいいんだね。確かにバター塗ってないけど、うまい。玉ねぎシャクシャク。あ、順番書いてあったよ。これ通りに作んなきゃいけなかった。説明書ちゃんと読まないやつがいいな。あの組み立て式の家具とかさ、また戻さなきゃみたいになるやつ。玉ねぎシャキシャキだね、うまいよ。葉っぱ多いよ、うん、成分グルメで今のところ1位かな。ロバの食い方結構お腹いっぱいになるなるね、うん、普段飼い慣らしてんだけど、俺の心の中にデブがいるからさ。すごい、急にデブ感が出てきた裏技。めっちゃうめえ。めっちゃうめえんだしか頭おかしくなりそうなぐらいうまい。ずっと変なやつ少なくとも俺らのチャンネルを好んで見てる人はずっとお前のこと変なやつだと思ってる。渡辺だ。本当だ。あ、ちょっと電話だ。電話、ハロー。え、電話かけた。あ、ごめん、間違い電話だ親父親父の電話取るときお前ハローっていうの超仲いいじゃん。親父ハローって言い返してくれるやっぱ遊園地行ったらコーラでしょ。あ、まあ、こんぐらい余裕マジで気づかなかった頭にメロンソーダなんかつけながらコーラ飲んでるから、コーラが嫉妬したんだよ。モテる男は困るぜ気持ち悪い今だいたい遊び尽くしてるからな、西武園は、うん、俺らなりの新しい遊び方を探さないと。俺らが知らない喫煙所とかないかなあ、よいしょ、愛車があるよ、愛車。やべえやべえやべえしかもでかくないこいつ。でかい。どれに乗ってほしい。こいつが俺らの目の前に立ちはだかってるから、こいつじゃない。やばい、バックボタンもある。バックボタンが醍醐味みたいなとこあるからずっと金入れ続けて園内一周とかしないもう直線だけで何メートル動けるかも知りたいよね。まあそうだね、こっからじゃあまっすぐ行ってみるか。うん、こっちでいいの。バックの時はあのトラックみたいな音すんのよ。どうだった。ずっと乗ってたい。どういうこと。あったかいんだよね。おー、でっかいからさ、うん、安心感強くなったけど。こいつ戦闘力なさそうな顔してるけど、馬に乗ってるみたいな。なんか落ち着いてるもん、うん、そうそうそう、気のせいか今自己肯定感上がってるもん隣のシマウマ動かしてた人はバックしても音鳴ってなかったの。嘘、うん、じゃあ当たりだね。あれ、うん、当たりだと思う。あいつ一応名前つけてやった。ベッチタイラー・マトソン。相性はマッツン続いてやってきたのはチャレンジトレイン。今まで何度も訪れたことのある西武園遊園地で唯一乗り損ねていたアトラクションです。電車を操作しながら決められた時間で駅を回り、適切なタイミングで警笛を鳴らすことでポイントが加算される仕組み。100点を目指して阿部が挑戦します。出発進行。時間ちゃんと見てね。警報はいつ鳴らすんだ。来た、警報ポイント、トライ停止位置、グレーを取り戻せ。急がな、急げ。38点なんだ。てかこれめっちゃ面白くね。いいよって言ってたのに。いけ。ゴーゴーゴー。舐めてかかっちゃいけないね、見た目でね。ちゃんと全部乗んなきゃダメだね。うん。